中華最強は一体誰か、最新版個人武力ランキングトップ10。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は個人武力ランキングトップ10について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。中華の覇を競うキングダムにおいて、小個人の武力は重要な能力ですよね。武人であれば誰が中華最強なのかは大きな関心事だと思われます。そこで現在登場済みの武将たちを比較して最新の個人武力ランキングを考察してみました。こちらの条件をもとに考察していますので、どんな順位になるか一緒に考えてみてください。投稿後2時間以内のコメントは一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1. 個人武力ランキング10位から6位。はじめに10位から6位の武将たちを一気にご紹介していきます。まずランキング10位はガイロウですね。彼は義火流七師の豪将であり、義軍最強の武力の持ち主ですね。李信との戦いではまだ余裕を残しつつも終始優勢を維持し続けていました。李信を一撃で吹き飛ばした稀有な将ですし、怪力分野では中華最強の一角と言えるかも。大きや連覇に相手にされなかったらしいですが、戦っていたら案外いい勝負をしていたのでは。続いてランキング9位は羌カイです。人の域を超えた身分を操る私有族の天才で、彼女一人で戦況を変える力を持っています。稼働時間は短いですが、その短時間内だけで精鋭部隊を壊滅させられるほどの威力を誇ります。特に限界まで呼吸を落とした羌カイの身分は三大天直下兵すら恐怖を覚えるほど。とはいえ、意外と名のある武将との戦いは少なく、中華上位の武人との勝敗には不安も残ります。限界を超えた身分を使った最後の封建戦が、彼女の順位の大きな指標になりそうですね。そして、ランキング8位は、道です。高速の螺旋剣術の使い手である彼も、短期で敵陣を貫く威力を持っています。この剣術は一騎打ちになると、怒涛の高速連撃になり、反撃の隙を敵に与えません。これほどの実力者が副官という時点で、大木軍はなかなかにずるいのでは。まだそこを見せきっていませんが、六将時代から大木の副官だったことを考えれば、武闘派の六将、大骨よりも強いということは、さすがにないと判断してのこの順位としました。続いて、ランキング7位は、連覇です。旧三大天でも最強の武力を持つ連覇は、中華でも上位の武力を持っているはず。怪力を誇れモグガウの一撃を受け止め、さらには馬ごと彼の腕を奪い去るという。老齢とは思えない驚異的な一騎打ちで、おいてなお盛んを体現していましたね。また戦績として、大木と幾度も引き分けているという点も、大きい参考材料となりました。最後に、惜しくもランキング6位となったのは、韓明です。彼はその巨人として名を轟かせ、外と接する列国を荒らし回った猛者ですね。大水に大剣、巨大奮闘と、実は作中屈指の多彩な武器を使いこなしてましたね。前席も、6勝1の怪力を誇る王骨を相手に、一騎打ちで撃退している事実が大きいです。マーブに敗北をしていますが、本来の力であれば、韓明の方がずっと強かったそうですね。戦場に爆弾を連れてくることでも有名で、一部では、ザ・ドンドおじさんとして人気でした。あの応援が背負うもののように、韓明の力を倍増させていたのでしょうか。2. 個人武力ランキング、5位。そして、ランキング、第5位となったのは、マーブです。マーブの武力について特筆すべきは、やはりその怪力でしょう。自分よりも巨大な、重機兵団を相手にしても、障害などないかのように突き進む彼は、戦場の暴風雨と言ってもいい存在ですよね。小手先の策を嫌い、ほぼ力押しの突撃だけという雑な戦術ばかりなのにもかかわらず、その不意だけで味方を鼓舞し、戦果を上げる、常識外れな戦い方が成立している時点で、いかにマーブの部が、常軌を逸しているのかを伺い知れそうですよね。また、マーブだけの力で勝てない強敵が現れると、昌平君との思いを力に変えて、大幅に武力を底上げするという点は、最大出力を考える上で重要です。この昌平君による強化のほどは、自力だけでは圧勝されていた韓明を相手に、昌平君の言葉を反省したことによって、最終的には勝利できたほどです。こうして見るとモーブって、
主人公属性がかなり強いですよね。3、個人武力ランキング4位。次にランキング第4位となったのはマーウです。マーウが官名を打ち破ったことによって彼が生存者最強だと思われていました。しかしマーウとの一騎打ちの衝撃でマーウが文句なしの落馬という展開は衝撃的でしたね。その後背負い物の片鱗を見せたモーブが逆にマーウを落馬させ返す一幕もありましたが、全体を通してほぼマーウ優勢で終わり、現時点ではモーブよりも強いと断言できそうです。本人曰くあれで官名よりも弱いそうですが、結果だけ見れば煽りにしか聞こえませんよね。おそらく基礎武力は官名の方が上ですが、背負うものや虚無での強化度合いが凄まじく、結果として戦闘時にはマーウの方が強いという感じなのでしょうね。相手のマーウは自分に似た境遇の持ち主だったというのも虚無での強化を倍増させたのかも。そうでなくとも祖国を失い呼吸もない孤立した放浪軍に身を奴しながらも迫り来る祖軍を幾度も撃退し続けたという驚異的な戦歴の持ち主ですからね。少なくとも現時点で生存している武将では最強の武力の持ち主と言って良さそうです。未踏将の孤軍がそれ以上の強さだと考えると、将来李信ら秦軍が苦戦するのも納得ですよね。4、個人武力ランキング3位。そしてランキング第3位となったのはランカイです。彼はもはや武人というよりも野獣のカテゴリーに入りそうですが、一応人として数えるのであれば身体能力では作中最強でしょうね。通常の斬撃ではほとんど傷つかず、ダメージすらない耐久力は驚異的です。またその巨体と剛力が合わさった攻撃は素手ながら敵の体を引きちぎり、腕の一振りで相手の体が消し飛ぶという化け物としか言えない威力を持っています。その強さは重化したバシオーですら勝負を決めきることができず、タジフ春面を加えた4単和軍の最精鋭3人を同時に相手にしてもなおも勝ち目が見えなかったほど、これを一人で倒しきれる武人がいればそちらの方が化け物と言えそうですね。5、個人武力ランキング2位。ランキング第2位となったのはハウケンです。あらゆる思いを背負った大将軍たちをことごとく打ち倒してきたその力は、強化なしの純粋な武力であれば間違いなく最強と言えるはず。修行中には素手で巨大な虎をほぐっており、どちらが野獣なのかわかりませんよね。大木を一振りで両断し続けるなど、もはや人というよりも災害の類です。最終的には李信は倒したものの、先じて戦った強海によって指を奪われ、戦闘能力を大きく削いだ上での結果であり、双方が万全な状態の正面対決であれば本来は叶う相手ではありませんでした。まさに人外の武力という意味では反則級の存在であり、李牧の召喚獣という扱いもなまじ間違っているとは言えませんね。6、個人武力ランキング1位。そしてランキング第1位となったのは王騎です。王騎は先にお話しした人類の武の到達点宝剣に一度ならず二度までも勝利しかけており、騎下の横槍さえなければそのまま勝利していたほどの強さを見せました。作中での頂上決戦は間違いなくこの王騎対宝剣戦だと言えますね。とはいえ1位とはなりましたが、宝剣に比べて王騎本来の武力は数段落ちるはずです。この強さは常時発揮されるものというより天下の大将軍の背負うものと最愛の女性京を奪われた激しい怒りという二つで強化された結果だと思われます。そのためここまでの強さは宝剣以外にはおそらく発揮することはできないでしょう。李信も天下の大将軍を目指す上でこの最高潮の王騎の戦いを見られたことは武将として最高の勉強になったのではないでしょうか。ちなみに主人公である李信は現時点ではまだ15位から20位くらいだと考えています。猛者がひしめく中華においては簡単に上位には食い込めないわけですね。まだまだ若き将軍という立ち位置なので、李信にもさらなる成長に期待したいですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、
宮司のコーランでした。またね。